でダブルのパンチを紹介したいと思います。ダブルというのはですね、同じ手で、左だったら左、左で1、2ですね、同じ手で連続して打つことを、まあ、ダブルと言います。通常、まあ、あのパンチっていうのは結構、まあ、左右の連打が、まあ、ほとんど、メインだと思います。まあ、その中で、同じ左だったら左、左、左、右だったら右、右と、ダブルを使うことによって、やっぱり人間も左右来るものだというものが基本的に頭にありますので、受けも交互に手を使うと思うんですけども、同じ方来るんで反応しづらいので、結構有効なコンビネーションだと思いますので、それを今からちょっと説明していきたいと思います。じゃあまず左のストレートと下突きを使ったダブルのコンビネーションを紹介したいと思います。まずですね、まず左ストレート、まあ、通常通り普通に相手に打ちます。で、左を打った後、右の肩をですね少し入れます。この時に実際にこの右のパンチを打つつもりで肩だけ入れます。こうですね。このことによって相手は右のストレートは来るぞと思って受けをしたり何かしら反応しますので、そこをついて裏をかいて下突きを決めるというふうにやっています。1フェイントして2ですね。こういう感じです。この時に次に右ストレートが来るぞと相手に思わせて入れて、実際にはダブルの下突きが来るというふうになります。続いて、もっとクイックのパターンですね。左左の感覚を速くするパターンですけども、まずやってみます。こういう感じですね。この時に、意識するのは、まず、左のストレートっていうのは、まあ捨て技だと思ってください。これで別に効かしたり倒したりっていうつもりは、ほとんどありません。メインはこの下突きで相手を効かすことなんで、左は軽くでいいです。その代わりそこから引きを先ほど大きくしましたけども、引きをほとんどしないですぐに下突きを打ち込んでいきます。この時に大事なのは左で肩や腰を入れすぎちゃうとこれ以上下突き入りませんので、下突き威力が出ないんで、最初の左ストレートはもう手打ちぐらいでもいいです。その代わり2発目の下突き打つ時にしっかり腰と肩ですね、腰と肩をしっかり入れて押し込むようにします。やってみます。こういう感じですね。1発目はまあ捨て技でいいです。引きを早く、そのまま2発目の下突きで肩と腰をしっかり入れて押し込んで打ちます。こういうまあ上下の振り分けっていうのは、まっすぐまっすぐとかよりもさらに相手を受けにくく反応しにくくすると思うんで、すごい有効だと思いますんで、まあ自分は結構ダブルのパンチというのは意識して練習します。その中でもタイミングを先ほどみたいにずらして打つパターンと、クイックですね、相手が反応しきれないぐらいで打つパターンと、2発目っていうのはやっぱりまあ力がちょっと入りにくいと思いますので、いくつか数点まあ意識することを言います。まあ、2発目ですね、とにかくしっかり腰と肩を押し込まないことには、威力が出ませんので、打つとき1発目はほとんど腰と肩入れないんですけども、2発目にすぐにしっかり腰と肩をグッと入れて押し込むようにしてください。でその腰の入りがすごく重要なんですけども、やはりまあ、膝ですね、膝のクッションを使って伸び上がるようにして打たないと、まあ、下突きも強くなりませんし、下半身固まっていると腰が固まっちゃって入らないんで、まあ、これもやっぱり基本的にはやはり膝のクッションリラックスというのが大事だと思います。あとまあ下突きの時に少し右手ですね、右手の引きを入れてやるとそれだけスムーズに腰が入るようになりますんで、まあ、この、まあ、右手今一切使ってないんですけども、打った後下突きの時に少し引き手をちょっと顎の方に引いてやるとすると腰が入ります。それを利用して打つと2発目も強く打てるようになると思います。でこの手の引きなんですけども、顎に引くように、これだけしっかり、注意してください。
変な方に頭の方とかに引いちゃうとそれだけガードが開いちゃいますので、引きは必ず顎に引いて打つようにしてください。おっす。